それではチンクエチェントイーツーリズモカブリオレ試乗していきたいと思います。チンクエチェントイー3つのモードがあって、ツーリズモ、スコーピオンストリート、スコーピオントラックといった3つのモードがあるんですけど、今は、ツーリズモという回生ブレーキを効かせて、最大トルク、最大出力を抑えたモードで走っています。で、軽やかに蹴り出してくれて、このツーリズモでも十分このワインディングを楽しめるかなという感じなんですけども、ちょっとスコーピオンストリートに切り替えてみたいと思います。はい、走行中にも切り替えができます。はい、スコーピオンストリートに入れたんですけども、確かにこうアクセルを入れた時のぐーっとこう背中を押し出すような、すごい一気にトルクがかかるような感じはやっぱ力強くていいですね。こうやって上り坂でぐいぐい登っていく時は本当に気持ちよく曲がれるんじゃないかなと思います。はい、そして、ツーリズモもスコーピオンストリートも回生ブレーキを効かせて走るモードなので、こういったワインディングも、ブレーキペダルを使わずにアクセルのオンオフワンペダルだけで、走行ができちゃいます。私もこのチンクエチェントイーで初めて電気自動車に乗ったんですけども、回生ブレーキってもっとあからさまに嫌な感じなのかなって思ったんですけども、結構自然な入り方で、例えばマニュアル車でこうちょっと低めのギアで引っ張って走っている時にパッとアクセルオフしてブーンとこうエンジンブレーキがかかる感じ、そんな感じでナチュラルに回生ブレーキが入ってすごく扱いやすいですね。違和感がないですね。なんでこうコーナー入る前にパッとアクセル抜いて回生ブレーキ効かせながらフロントをグググッと入れて、立ち上がっていくという感じで、慣れてしまうとすごい楽ですね。楽なんですけども、自分で意図してこうピッチングを起こしていく感覚がしっかりあって、すごく乗っていて気持ちいい感じですね。そして低重心になったことによってコーナリングもすごく安定してます。少し足回りがランクアップしたのかなっていう感じるようなコーナリング、気持ちいいピシャーっと張り付くようなコーナリングになってますね。アバルトって、エンジンのアバルトってちょっと危ういところがあるじゃないですか。まあ安定はしてるんですけど、暴れん坊でちょっとどこか飛んでくかなっていうような、なんか若干危なっかしいところがある。で、そういったところも魅力の一つだったと思うんですけど、安心してください、しっかりそういったところは継承されていると思います。それではサウンドジェネレーターをオンにして行ってみたいと思います。はい、すごい音が、こうね、サウンドジェネレーターオンにした瞬間は無音だったのにいきなり音が出るから違和感しかないんですけど、もう走り出してくるとアクセルペダルに追従して音が鳴るので、一旦走り出してしまえばサウンドジェネレーターの音なんだってことを忘れるようなナチュラルな感覚ですね。しっかりアクセルに連動してくれていて、もうレコードモンツァかなっていう。そして何よりシートずれないんですよね。アルカンターラ調のシートがずれなくてすごくフィットして、そしてステアリングが近いのですごく運転しやすいです。まあ、どんな体格の方にもフィットするドライビングポジションが可能じゃないかなって思います。これは楽しい。ちょこまかちょこまかこの電気が駆け抜けていくような感じで、もう今サウンドジェネレーターの音ももう慣れちゃってるんで、これサウンドスピーカーから出してるんだっていうのを忘れてますもん。まあ、強いて言うならばこのサウンドジェネレーターのこの音域というか、ちょっとシフトアップしちゃいたくなるような高回転をずっと使ってるような感じの音かなと思うんですけど、まあ、それは好みが分かれるのかなっていうふうにも思います。私はもうずっとシフトアップしたくて気になっちゃう派なのでずっとなんか手がこの辺に行っちゃうんですけど、ないないって言って18インチにインチアップされて、
あの扁平も薄くなったのに、あの乗り心地いいですね。もっとね跳ねてたイメージがあったんですけど、あのしなやかに段差を乗り越えてくれるような感じになって、あのすごいちょっとランクアップしたかなっていう感覚はありますね。で何よりあのドライビングポジションが今までのあのアバルトと一緒なので、見える景色は一緒なので、すごい違和感なくスーッて入れるのかなとも思います。今エンジンのアバルトに乗ってる方も、まあ、私もそうなんですけど、電気アレルギーっていう方多いと思うんですよ。でもあの、まあ、確かに電気なのでエンジンの、ね、車とは違うんですけど、違った楽しみ方があり、そしてアバルトらしい尖ったところもしっかり健在なので、期待は裏切らないのかなって思います。でこのワンペダル、回生ブレーキを効かせたワンペダル走行は、まあ、回生ブレーキを効かせながらうまく活用して走ると、このバッテリー容量が戻ってくるのが目に見えてわかるんですよ。でこのロスないドライビングがこう数字になって見えるっていう喜びもありますし、このアクセルオフのね、このタックイン、回生ブレーキタックインを上手に使って走る喜びも、これも電気自動車ならではなのかなって思いますし、これはドライビングとしてぜひ楽しんであのいただきたいなっていう思うポイントです。まあ、私の総評で言うと、ワインディングは、ツーリズモもしくはスコーピオンストリートかなと。で高速道路とかハイスピードコース走る場合は、スコーピオントラックかなというふうに思います。シーンに応じてあのいろいろ選んで、まあ、そういった楽しさもあるのかなと思うので、ぜひいろいろ乗りこなしてみてください。